RC 及び RCF はトヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスが販売する2ドアクーペである。レクサスのクーペモデルは、レクサスブランドを北米で展開していた1991年から2001年の間に生産された SC が最初である。SC は2010年で生産終了となっており、RC はレクサスのクーペモデルとして、 約4年ぶりの復活となった。エクステリアはアバンギャルドクーペをテーマにフロントからキャビン、リアへと連続する一体感あるプロポーションとクーペならではの佇まいを融合。またスピンドルグリルを起点とするワイドローのフロントビューと張り出したホイールフレア。L 字型に発光するフロントリアの LED ランプを特徴とする。インテリアではドアトリムや コンソールリットに同形状のデザインエレメントを連続的に重ね合わせ、その中に金属や革調素材を織り込むことでエレガンスを表現。また、ドアトリムのオーナメントパネル裏側から髪型に発光するアンビエントイルミネーションをレクサス社として初採用した。パワートレインは RC352V 型6気筒3.5リットルエンジン2グレーンフス型を搭載。 最高出力 234kW と最大トルク 380Nm を発生する。トランスミッションは電子制御発足オートマチック8スピード SPDS を採用。ハイブリッドモデルの RC300H にはクラウニや GS、イズなどに搭載されている直列4気筒2 5リトル、に AR フス姿をコアとするハイブリッドシステムを搭載。 システム最高出力は 162kW を発生するとともに JC08 モード走行燃費で 23.2kmL とシリーズ随一の低燃費を実現。トランミッションは電気式無断変速機で6速シーケンシャルシフトを組み合わせる。また2015年9月には直列4気筒2.0リットルターボエンジン 8AR 回 TS 型を搭載する。 RC200 トンをエントリーモデルとして追加している。大断面のロッカーパネルなどを採用し、ボディ剛性を強化するとともに、レーザースクリューウェルディングやボディ接着剤、光合成のガラス接着剤なども採用し、走りと乗り心地の両立を図った。また、操縦安定性向上のためフラット化を徹底した、アンダーボディやエアロスタビライジングフィンを装着し、 空気の流れを車両安定性の確保に利用する、空力ミサをスというアプローチをとっている。サスペンションでは、ナビ AI-AVS を採用し、フラットな乗り心地と安定性を実現するとともに、ナビゲーションから受信したコーナー情報をもとに、あらかじめ減衰力の制御を行うことで、優れた旋回性能を確保する。F スポーツは、F メッシュパターンのスピンドルグリルや、 メーターリングがスライドする、液晶メーターなど専用パーツを装備。また、RC350 回スポーツには、ギア皮可変ステアリング、EPS 及び、後輪の切れ加工を制御する、DRS を統合制御する、LDH を採用した。安全装備では、プリクラッシュセーフティシステム、レーンデパーチャーアラート、オートマチックハイビーム、ブラインドスポットモニター、 リアクロストラフィックアラートを全車にメーカーオプション設定。また、2017年11月に実施した一部改良では、予防安全パッケージ、レクサスセーフティーシステムを全車に標準装備とし、安全性能の強化を図っている。RCF は、アグレッシブな衣装と、サーキット走行ができる、プレミアムスポーツカーであり、会の スポーツイメージを牽引していくモデルとして開発された。同時発売した RC をベースに、エンジン、足回り、空力パーツなどに、専用の技術や装備を採用している。パワートレインには、V 型8気筒5.0リットルの 2URGSE 型を搭載。最高出力3 5 1ットと、最大トルク 530Nm を発生する。 レクサスイズ F が搭載していた仕様に対し、シリンダーヘッドやコンロットなどを刷新することで、出力、トルクは4 0ット、25nm それぞれ向上。街中などでの低負荷走行時には、アトキンソンサイクルでの燃焼に切り替えることで、低燃費と高出力を両立している。トランスミッションは8スピード SPDS を組み合わせている。走行性能では、 後輪駆動車として、世界初採用となる駆動力制御システム、TVD をメーカーオプション設定。走行状態に応じて、後輪左右の駆動力を電子制御し、コーナリング時に理想的な車両挙動を実現する。RC で採用した、大断面のロッカーパネル、レーザースクリューウェルディングなどに加え、専用のフロアアンダーブレース、リアパーテーションブレースなどを追加し、ボディ剛性を、 さらに強化。また、19インチ体型タイヤを採用するとともに、サスペンションはパーツを新設計し、サスペンション合成の確保とロール合成の適正化を実施。ブレーキは、フロント、アルミ対抗6ピストン、リア、アルミ対抗4ピストンモノブロックキャリパーを採用した。エクステリアは、RC に対し、前後バンパーフロントフェンダーエンジンフードトランクリッドが、専用デザイン。 また、リアフェンダーフレアが拡大されている。レクサス初の回専用漆黒メッキグリルモールを採用し、大型ブレーキ冷却ダクトを設置したスピンドルグリルとフロントバンパーの両サイドに位置するオイルクーラー開口部形状でダブルのスピンドルを形成し、RCF の独自性を表現。加えてトラペゾイダル配置の4連エキゾーストディフューザーやフロントフェンダーに刻まれた L 字シェイプのサイドエアアウトレットなどで、回のアイデンティティを継承。エンジンフード上のエアアウトレットや、速度に応じて制御される、可動式、リアスポイラー、アクティブリアウィングなどは、冷却性能や空力性能が、効果的に機能するようデザインされている。ボディサイズは、RC に対し、全長、全幅が、それぞれ 10mm ずつ拡大されるほか、全高は 5mm 低くなっている。 インテリアでは、表皮一体発泡成形により体圧分布とホールド性に配慮したヘッドレスト一体のハイバックスポーツシートを採用。また、ステアリングホイールシフトノブのディンプル本側に施した飾り縫いステッチは、ホワイト、ブラック、ブルーの3色で構成する専用衣装とした。さらにドライブモードに連動して表示が切り替わる回、専用メーターを搭載している。 カーボンエクステリアパケッジは、ルファ工房で生産するカーボン製のエンジンフードや、ルーフと TRD によるカーボン製のアクティブリアウィングを採用したことで、約十キログラムの軽量化するとともに、ツートーンカラーとなるエクステリアが個性を印象付けている。車名の RC は、ラディケルキュープに由来、三百五十は三点五リットルエンジン、三百は三点零リットルガソリンエンジン並みの、 動力性能を有することを H はハイブリッドカーであることを表す。T はターボカーであることを表す。RCF の F は富士スピードウェイから来ている。エネオス・スースティが RCF 電装をこべる子、サード RCF スーパー GT の GT500 クラスにおいて、レクサス SC430 の後継者として2014年から2016年の3年間に参戦していた。 なおレギュレーションにより、GT500 用マシンのエンジンは市販車と異なり、スーパーフォーミュラでも使われている、トヨタ Ri4A が搭載された。GT-R 税に若干押されつつも、不調の NSX 税の代わりにすり合い続け、最終年の2016年に、平気、小払い年、平手明平組が狩るデンコベルコサード RC。 F がドライバーズタイトルチームタイトルの2冠を獲得して優秀の美を飾った。シンティアム LM コルサ RCF グループ GT3 規定の RCF も2017年より販売されている。本来2014年にホモロゲーションを取得する予定であったが、市販車 RC の開発期間中、本来カスタマーアーマチュア向けであったはずの GT3 のレベルがグループ GT1 消滅により、 大幅に上がってしまったため延期。開発は難航し、ホモロゲーション取得にはさらに3年の月日を要した。スーパー GT の GT300 クラスには2015年と2016年に LM コルサから参戦していたが、FIA のホモロゲーション未取得であったため不利な性能調整を課せられ苦しんだ。しかし2017年にようやくホモロゲーションを取得すると、 富士とタイで LM コルサが2勝を挙げて、ランキング3位につける活躍を見せた。2018年も営、チューンズレーシング LM コルサが鈴鹿とオートポリスで2勝し、ランキング6位となっている。北米のイムスサユナイテッド、スポーツカー選手権の GTD クラスでも、2017年から 3GT レーシングのオペレーションで、セミワークス参戦。 2018年ミッド・オハイオとロード・アメリカで2勝をマークした。しかし2019年から 3GT とは離別し、エイム・バッサー・サリバンとのジョイントでセミワークス参戦する。欧州ではエミール・フレイ・レーシングとファーンバッハー・レーシングが採用し、2017年に GT オープン。2018年にはブランパン GT シリーズ耐久カップに参戦。2018年、 ポールリカール 1000km では、エミール・フレイ・レーシングが最終ラップの争いを制し初優勝を挙げ、RCFGT3 は日曜前のトップカテゴリーで勝利を記録した初の国産 GT3 となった。しかし翌年エミール・フレイ・レーシングがランボルギーニ陣営へ引き抜かれると、以降は勝利から遠ざかり、2020年終了をもって欧州でのサポートプログラムは終了している。 北米と日本は2021年現在も継続中である。2015年のニュルブルクリンク24時間レースで画像レーシングが RC をルファと共に起用。決勝は好調に進めたが終盤のトラブルによりクラス4位で表彰台には手が届かなかった。2016年は RC と RCF が参戦。RC は重なるトラブルに見舞われリタイアに終わったが RCF は SP プロクラスで完走、優勝を収めた。2017年は RC1 台のみで SP3T クラスに参戦。アウディスバルの4リンク同勢を相手に前線し、クラス2位を獲得した。2018年はレクサス専門チューナーのノベルが RCF でイーズ s f と共に SP8 クラスに参戦し、クラス2位を獲得した。2019年は、 ノベルとレーシングプロジェクトバンドとのジョイントにより RCFGET3 で総合優勝を争う SPQ クラスにステップアップトラブルにまみれながらも総合45位クラス19位で完走した全日本ラリー選手権に参戦する RCF サーキット以外では2015年のパイクスピークヒルクライムに CCSR 仕様の RCF が RCFGET コンセプトとしてエントリー。タイムアタッククラスで3位を獲得している。2019年には、クスコレーシングが全日本ラリー選手権の JN2 クラスに、RCF、小回りのきくコンパクトなグループ RZ を相手に、前線し、数度表彰台に上っている。2021年ツールド、九州院唐津では念願の初優勝を飾った。ありがとうございます。